プジョー203は、フランスの自動車メーカープジョーが1948年から1960年まで生産した小型乗用車である。1947年のパリサロンでデビューし、翌年生産開始された203は、プジョー初の戦後型乗用車である。スタイルこそ、前後のフェンダーが独立した1940年代前半のアメリカ車的なものであったが、 不条発のモノコック構造の車体、軽合金、シリンダーヘッドを持つ、新設計エンジンなど、中身は大いに近代化されていた。特筆すべきは、エンジンの設計で、一見ヘッドの片側から吸排気を行う平凡な、ターンフローヘッドのごとき外見であったが、実際には、吸排気管が対象になるように、ヘッド内部を鋳造され、バルブもダブルロッカーアームで作動する対象配置の、 クロスフローヘッドとなっていたことである。吸排気効率が高くなるメリットがあり、1948年の小型大衆車としては、世界的に見ても進歩した設計であり、基本設計は1970年代の504まで継承された。一方で、アームのうち一組をレバー型ダンパーとした、リーフスプリング支持のウィッシュボーン式前輪独立トルクチューブドライブと、 ウォームギア駆動のファイナルギアという、1920年代末期以来の、プジョー独特の保守的設計は踏襲されていた。ただし、後輪喧嘩は、固定軸ながら、コイルスプリングを採用するなど、旧世代モデルの202などに比べて近代化されている。同時期、フランスの量産車はルノー 4CV、シュトロエン 2CV、同 11CV、15CV など、 外して個性的で複雑な設計のものが大半を占めていた中にあって、203は、プジョーの持ち味である保守的で信頼性の高い、手頃な実用車で、リアシートのスペースがやや狭いという弱点はあったものの、概ね市場の好評を博した。当初のバリエーションは4ドアベルリーヌ4ドアデクブラブルの2種類であったが、戦後の混乱が収束するにつれ、バリエーションが増やされた。 まず1950年にホイールベースが 20cm 延長された5ドアのブレークが、ついで1951年に2ドアかぶり折れ、1952年には2ドアクーペが追加された。1952年にはエンジン出力が42馬力から45馬力に引き上げられ、最高速度は時速 115km から時速 120km に高められた。 1954年にはギアボックスがフルシンクロ化された。1955年に後継モデルとなる403が登場するまで203は、プジョー唯一の生産型乗用車であったが、403登場後もその耐久性と低廉な維持費で人気は衰えず、クーペやカブリオレをバリエーションから落とした上で、結局1960年まで生産が続行された。 1952年から1953年頃にかけて朝鮮特需の影響で日本の外貨準備口が増加し外国製乗用車の輸入制限が一時的に緩んだ時期がありその際203ベルリーヌは相当数輸入されタクシーにさえ用いられたカーグラフィック史1972年3月号によると大抵薄いベージュかグレーに塗られ適度に汚れ ワックスなど一度もかけたこともないようなボディパネルの継ぎ目からは赤サビを出している。こんな203は数年前までは東京でもかなりの数が見られたものであるという。また、二度カブリオレも一台が当時発表されたばかりのシトローエン d s を買おうと思っていた時、シャンゼリゼ通りのショールームに置かれていたこのカブリオレを見て思わず衝動に駆られてこの車を選んでしまったという。 建築家によって個人輸入され現存している。日本で輸入、販売していた時の広告。ありがとうございます。